猫びっくり。そう、この前朝配信でね、お礼配信がちょっとできなかったので、お礼配信をラビリンスの10位ありがとうございます。やば、危なっ。ノックしてほしい。あ、猫の日だからか。あっぶな、ママが映るとこだった。ちょっとね、今日コップね間違えちゃった。うん、知ってる。そう、あの第4ラウンドがあのあれだったんです、6位だったんです、ありがたいことに。あ、なんか違う猫来た。違う、紫だ。こんにちは。そう、6位だったってことね。本当は5時に普通にもうお礼のねメールとかも載せなかったんですけど、ちょうど5時からレッスンだったんですね。めっちゃ声聞こえねんけど。で5時だったから、5時からだったから見えなくて、で5時からだったからレッスン中に、ね、携帯もなと思って、で携帯に通知が来てたから、そのレッスンの時に水分取る時に携帯ポッてやったら、ママから、ママとパパからおめでとうって来たから、え、もしかしてと思って、そう、もうレッスンはドキドキしながらレッスンしてました。そう、もうね、グンって上がれたのですごい嬉しかったです、ありがとうございます。そう、初めての、あ、じゃあここに乗ってよ、ここね、ここから動かない。あの初めてのね MV 撮影とかもあるから楽しみです。そう、アイアライブもねあるっていうことで、あ、もうちょっとこっちね、 OKOK、 ここにはいたくない。じゃあそう、皆さんがねいろいろポチポチしてくださったおかげでありがとうございます。そう、レイヤちゃんがセンターってことで、もうレイヤちゃんの表現力がチーム H。 あ、見て、これ新しい服買ってもらった、ハート。私が欲しいニットのアミパリスのやつにちょっと似てたから、あとちょっと可愛かったから買ったんだ。そうなので、アイアライブあったら来てください。そう、今日来た、今日来たな、間違えた、今日洗って、そう洗って、いわゆるのゆいなりに認可が今のところに、そうりに認可がね、1位で、でもね、ゆいなとかりにりんかとかひなたんとか、そう、一緒の研究生だから、そう、その3人あれだけど一緒にやりたいなっていう気持ちはあります。ゆいなとかもなんかメールでねめっちゃ長文送ってたり、りんりんりんかも長文送ってたりしてて、そう、私もみんなのメール通ってるから、そう、あれだけど、ひなたも同い年だし、そう、そう、めっちゃ連続で来るやん。なんていうのこれ、あ、これね、あ、
あ、見たことある、これ。なんか猫箱みたいなんでしょ。ありがとうございます。あとで見ます。そうで、明日ね、そのひなたの生誕祭なので、楽しみ。あ、見てこれ、猫。結構前にやってて、オンライン握手会とかでやろうかなと思ったけど、やってなかった。難しいねこれ。なんかキツネみたいなんやけど、ハンナがやったら。まあいいや、これはバイバイ。キツネみたい。そう、明日は2公演だ。目撃者とパジャドラで、私はパジャドラに出演させていただけるので、クイナちゃんとの似顔絵もうちょいか。お、楽しみ楽しみ。初めに見れたランクをもらえてありがとうございます。10位、ありがとうございます。本当に順位見た時にこうやって下から、あ、上から見てってて、え、順位みたいな、びっくりしました。ありがとうございます。本当に総合順位がね、この前まで14位でギリギリだったんですけど、そう、10位まで上がれて本当に嬉しい。そう、あと生誕祭も2日にあるので来てください。極谷、いや、クリムさんにはね会えてないんですよ今日。私は今日学校に行って一つ、え、あのね、昨日生写1時間巻いたんですね。で、今日もちょっと一個お仕事あって1時間巻いたんです。やばーと思って、1時間早く帰れた。昨日もそうだったし、今日も。最近めっちゃ巻きます。生誕祭暖かい、ありがとうございます。そう、当たったっていう方すごい多くてね、嬉しかった。撮影は3時間ぐらいあるんだけど、1時間半ぐらいで終わった。そう、マネージャーさんにね、私服を褒められてんですよ、 Y さん。わーい、かっけーじゃん。テストはまあまあ、補体と技術だは自信ある。でもまだ点数わかんないからあれだけど。クータンちゃんの投稿に返信、え、待って、やばい、はい、見れてない。静かに。あ、音とか。そう、なんかね、くるみさんの誕生日って分かってて、12時ちょうどに
送りたくってもう文章も作ってたんです。でもなんかお風呂とか入っていろいろしてたら30分経っちゃって、うわ最悪と思って、そうカメラマンさんにも「ハンチャカチャンチャンチャン、はい撮るよ」って。最近ハンチャカちゃんがね、あのいろんな方にね、あのアレンジしていただいてるというかそうそう、いろんなね、ハンチャカチャチャーンとかハンチャカチャンチャンチャーンとかいろんなあだ名がねつかれて、そうもうメイクさんにはハンもつけられなくてチャカチャンって言われてる。そう、はいチャカチャンって、はいチャカチャン神するよ。そう、もういろんなね、あの、なんかコンパスいるのは分かってたんですけど、ちょっとあの忘れちゃってコンパスをね、でやばいと思ったら、その友達があのハンちゃん忘れると、ハンちゃんとかあのその私の仲いい友達でなんか4人のグループがあるんですよ、いつも一緒にいる4人ね。でその1人の子がその誰か忘れると思って持ってきたよ2個、みたいな言ってくれて、本当に嬉しくって、もうコンパスなかったらできなかった問題いっぱいあったんです。そうだから、あのハンちゃんとか忘れると思って持ってきたよって言ってくれて、そうちょっとテスト中だけ貸してもらって、本当に私のことよく分かってると思いました。そう2個持ってるよとか、でハンちゃん、ハナちゃんコンパス持ってるみたいな担任の先生に言われて、あの友達に借りたからあの持ってますって言ったんです。そしたら、あのあハナちゃんじゃああのコンパスの使い方わかるって言われたから、あ多分わかりますって言ったら、じゃあちょっとやってみようかって言われて、1対1でコンパスすることになって、コンパスなんか問題みたいなすることになって、なんか線があるじゃん、線に点つけてみたいな、そういう系。忘れると思ってって言われて、もうびっくりした。どうなんだっけ、なんかこうしてピッピッでこう、なんかこういうやつここにさコンパスの針を置いてさ、くるーってやって、こっからピッって印つけてこうするやつあるじゃん。こうしてさ、あ、違う、ん？合ってるわ。なんかこうしてさ、こうするやつ。あのコンパスでさ、あるじゃん使い方さ。なんかこういうやつ。わかります？私の説明が、え、なん、え、合ってる、え、合ってるよ、これだよ、はい、ちょっと弟のコンパスをね、え、私これさ合ってると思うんだよ、ピーって引くじゃん、ちょっと待って、ね、書くね、こうしてさ、どうだっけ、こうして、あ、なんかこういったやつ、あ、あれ
あ、真ん中からだった。で待ってね、こうして先生にね教えてもらったやり方ね。でこっからこっからとか言っても分かんないか。こうしてさっきはコンパスなしでやったから分かんなかったかも。でまあこう鉛筆でねピーって引くわけですね。はい、これ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 、え、みんなやってないこれ。え、やってない、これ。なんかさ中心にさ点があってさ、そっからピーって引いてさピッピーってやるやつ。え、私だけこれ間違えたかな、テスト。じゃあ数学です、これのコンパスのやつ。やった気がするの人いるよ。みんなもう忘れちゃった感じか。何を求める、なんだっけ、なんか、なんかそういう書くやつです。やり方が違うのかな、みんな。はい、来た。これはもうみんなね、これはさすがにね、わかるよ。これです。これは中心をなんか求めるやつ。線の中心を求めなさいみたいな、そんなんだった気がするけど。なんかこうしてピッてやって、こうしてピッてやってピッてやるやつ。まあそんなんです。そんなんを教えてもらった。あ、そう、なんだっけ、垂直二等分線。そう、それそれそれ、垂直二等分線みたいな。お、ママも分かんないと思う、これ。これ結構で、英語のねテストにトゥモローをめっちゃ練習してたんですよ。友達がトゥモローは絶対テスト出るからやろうみたいな言ってきてくれたから、トゥモローを書こうって思ってずっと練習してたらテスト出なくて、全く。そう、びっくりした。トゥモロー、ツインテールにリボンつけた。リボンなんで。日曜日の公演で見送りで直接おめでとう言いたいけど多分無理なの。ここに、いや言ってください。私耳あのダンボにして聞きます。最後もうくっつけたい、これ。お見送りで耳ダンボにして。日曜って何曜日だっけ、違う、日曜って何日だっけ、今日が何曜日っけ、木曜日だから木金土に25日か。弟ね多分分かんないって。弟は字綺麗なんですよ、弟。そうそう、だママからあんたよりうまいでって。
これね、まつげね、あのマスカラ塗ってないんですよ。美容液だけ。しかもピンセットも使ってない。パパパパーってやったらこんなんできちゃったから、ピンセットいらないやと思って。すごくない？すごい。でも弟に最近テストしたって聞いたら、数学じゃない算数してよって言ってて、何点って聞いたら100点だった、ハンナとは違ってって言われて、はってなって。そう、100点だっただけでいいじゃん、ハンナとは違ってってさ、一言いらないのにさ、それも付け足してきてさ、100点だっただけで良かったのに。明日ひなさんの生誕祭だから半袖で着ていけない。確かに明日はね、ひなたんをたくさんお祝いできるように頑張ります。ピンセット目に刺さるかもしれない。あ、でもあのなんだっけ、その毛先が丸いやつ、とんがってるやつだったらさ、ちょっと怖いじゃん。だからあの毛先がその丸っこくなってるやつをこうやってこうしてないで、上からこうしてる。そしたらね、怖くない。でもリンリンリンカはピンセットとんめっちゃね、もうパッパーって感じの、パッパーじゃ分かんないか、あのとんがってるやつを超えてるから、リンリンリンカはねのピンセットはね、もうほんと慎重にやんないと怖いよ。私はもう怖くて、それとんがってるやつできないけど。なんとか聞く思いま、いや、してないです。してないです。はんちゃんちなみに100点のかも、ね、あるある。でも小学校の時に算数の分数の割り算掛け算、分数めっちゃ得意なんですよ。そう、クモの先生より早いんですよ。クモの先生と一緒の問題を解いてて、でちょっと分数する問題だったから、パパパパってやったら、私が何分の何ですって言ったら、先生まだ解いてて、そのぐらい分数だけは得意です。なのでそれで100点取ったことある。算数、あんちゃんのペンライト青と濃いピンクと青です。人にやってもらうのか。でもリンリンリンカも安心できるから、この前やってもらいました。25日初めて公園見に行くので、初の福岡のおすすめの福岡は、なんだろう、でもあの天神のねハンバーグ屋さん、切ってパッてやってハンバーグ結構熱いんです、あのなんだっけ、ハンバーグが。で切ってそれを鉄板で中を焼くっていうところ、多分ハンちゃんちの誰かはハンチャ会ね前やってらっしゃったとこだったと思うんだけど、どこだっけ、そこめっちゃ美味しかった。10円パンね、天神にあったんですけど行けてなくて。前の配信でやってたけど、見る方が怖いね確かに、危ないよ危ないよ。
あ、分数なんだ。分数じゃないんだ。分数ね。分数？え？あ、そう。これなんて言うんだっけ？あのプラス極とかのさ、極極っていう感じにみのやつ。極みやだっけ？なんだっけ？っていうところが美味しかった。なんだっけ？何やだっけ？極みやだ、極みや。明日食べたらうちはだけど、ありがとうございます。そう、ハンバーグ屋さんがすごい美味しい。ラベイスも終わったからゆっくりハンテの公演見に行けるから、いや来てください。で25日は2公演だから。で、24日は富士国が初の公演なので、そうそう、何ソース、なんかね、梅のなんかあった。でも私ね、福岡っていう福岡で食べるものはね、あんま、ココちゃんたちとねご飯行ってもね、ジョイフルとか、メンバーと行ってもね、サイザーとか行かないから。この前も渋井ちゃんとかとね行ったっけ、行ったな、ん、分かんないけど、リニーニンカとか渋井ちゃんとココーペとかと行った時もサイザーだったし。極みや並、私ね行った時はね並んでなかったんですよ。ちょっと並んだけど、もうすぐ 2組ぐらい並んでらっしゃって、すぐ行けました。ジェフルではね、最近チキンドリアっていうところがね、あ、やべえ間違えた、危な、普通にコップが、大分にしかファミレスはねないです。で届いたよ、全身ピンク、お、全身ピンク、私も最近ではないけど、レッスンの時全身ピンクの時ある。さあ、あと猫の猫ニット帽だっけ、それの生写が発売中なので、そちらもぜひチェックしてみてください。今日コップはね、映せないやつだった、間違えちゃった、アミパリスも取れない、いいな本当に。これもね、ちょっとアミパリスに似てるやつを買ってみた、もう高くて、あのニットセーターがね高すぎて、本当に福岡のジェイさんと愛鷹さん、なんだっけ、糸玉じゃなくて、待って、これママに昨日教えてもらったよね、なんだっけ、まあいいや、糸玉、ありがとうございます。三時間アクアイツさん、手紙ありがとうございます。三時間、あ、毛玉、え、あ、毛糸か、間違えた、毛糸ありがとうございます。三時間、向井さん、だるまとハートありがとうございます。三時間、ライチョウさん、毛糸ありがとうございます。三時間、こてっちゃん毛糸ありがとうございます。三時間、ドーナツ小僧さんハートありがとうございます。三時間、小町さん、いいね、ありがとうございます。三茶か、奈美さん、ハートありがとうございます。三茶か、まさしさんと、ピンクカメオさん、けだん、
もういや毛玉あケイトありがとうございます。アンジェカハンバーグ大好き太郎さんとメタルタンロケットありがとうございます。アンジェカクロちゃんマフラーありがとうございます。アンジェカ向井さんとコテちゃんハートありがとうございます。ルイボスティーハートありがとうございます。アンジェカ旅人さんケイトありがとうございます。アンジェカユーユーさんとアオちゃんとガッパくんさんハートありがとうございます。アンジェカラビットコウキくんなんだっけこれなんていうんだ猫の猫ありがとうございます。サンチャカコアチャさんかわいいありがとうございます。サンチャカココちゃんも毛玉みんな毛玉なんだ。だってあんま毛糸って名前使わないもんね。じゃあランキング見ます。13位福岡の13位ありがとうございます。12位コテッチャンありがとうございます。11位ハンちゃんミワリちゃんありがとうございます。10位コアチャさんありがとうございます。9位ロンチさんありがとうございます。8位ブラッドダイちゃんありがとうございます。7位ポンさんありがとうございます。6位ヤスさんありがとうございます。5位ハンバーグ大好き太郎さんありがとうございます。4位クロちゃんありがとうございます。3位ラビトコキカありがとうございます。2位吉弘シロさんありがとうございます。そして1位はハンチャカちゃんマサマサさんです。ありがとうございます。じゃあ改めて10位ありがとうございました。じゃあアイアライブとかもあったらぜひ来てください。それでは終わります。今日来てくれてありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。10位ありがとうございました。